それではハイライトをお送りいたします。それでは今日のゲームハイライトで振り返ります。タイガース先発は教育リーグから中6日での登板秋山でした。1回の表1番の初木、初球を打ってのライト前ヒット。その俊足の初木、3球目盗塁を決めます。今シーズンの2つ目の盗塁。ノーアウトランナー2塁。矢野凡退でワンアウトとなって3番の中村貴寛。秋山追い込んだんですがセンターへ。カープが中村貴寛のタイムリーヒットで1点を取ります。続く4番の中村翔成。中村貴寛スタートを切っていました。左中間を破っていくタイムリーツーベース。一気にファーストから生還、2点目を奪います。ツーアウトとなって6番の宇草、センター前タイムリーヒット。1回の表カープが3点を先制します。1回裏のタイガース、カープ先発は大卒3年目の黒原。ワンアウトから2番ルーキーの山田、レフトへのヒット。そして宇草が送球それる間一気に二塁に進みます。好走塁。ツーアウトとなって4番の野口がサードゴロエラーで出塁。ツーアウト一塁三塁。原口の打席だったんですがセカンドゴロ。タイガースは初回得点とはなりません。2回表のカープ、8番大森ツーベース、9番の高木ヒット。ワンアウトとなって矢野デッドボールで満塁。3番の中村貴寛、引っ掛けた当たりのファーストゴロ。ホームで1つアウトを取ってツーアウトの後4番の中村翔成はショートフライ。2回は満塁のピンチ、ゼロでしのぎます。しかし3回の表ワンアウトから宇草がヒット、盗塁で二塁へ。7番高卒2年目の内田、フルカウントでした。センターへのタイムリーヒット。3回カープが追加点4対0。タイガー先発の秋山、3回68球被安打8、4失点でマウンドを降ります。4回表2人目森木がマウンドに上がります。ただ初期フォアボール、盗塁、そして矢野フォアボール、一塁三塁となってパスボールもありました。3番の中村貴寛セカンドゴロ。この間に三塁ランナー初期が生還、5対0。その後ランナーたまるんですがその後は抑えます。森木が2イニング、そして6回は3人目シーバ、先頭フォアボールの後矢野のショートゴロ。これが山田二塁への送球、悪送球になりました。ノーアウト二塁三塁。3番中村貴寛センターへの犠牲フライ、1点を追加。その後2、3間でランナーは挟んでランナーはなくなります。しかし4番の中村翔成、甘い変化球を捉えました。第1号のソロホームラン。ただその後ヒットで2打差は出た後はロベルトレフトフライ。シーバは今日1イニング2失点でした。
7回の裏のタイガースです。ワンアウトから片山ヒット、ツーアウトとなって福島フォアボール、豊田の強烈な当たりだったんですがセカンドライナー、得点とはなりません。7回は佐藤蓮がなんとかゼロに抑えた後、8回は岩田、3連打で満塁の後7番の内田、レフトへのタイムリーヒット、4連打を浴びました。8回はこの1点を追加されて8対0となって、8回の裏がタイガースの攻撃が始まるかというところ、雨足強まりまして雨天コールド、カープが8対0で勝利を収めて、この3連戦カープ2勝1敗、タイガースは負け越しとなりました。今日は雨が降る中ではありましたが、たくさんのファンが詰めかけました鳴尾浜、だんだんとお客様少なくはなったんですが、それでも最後まで見守る姿というのが見られました。今もファンの姿がスタンドにはあります。雨が降る中、非常にコンディション悪い中ではありましたが、ただこれは両チームともにということで、カープからすると今日は完封リレーということになりました。タイガースは得点を今日は上げることができず、そして失点を重ねるということになりました。フォアボールに関しても今日はピッチャー陣で5つ、四死球で言いますと6つ、そして被安打15という8失点ということになっています。明日はお休みです。明後日からはタイガースは名古屋球場に移動しまして、ドラゴンズとの3連戦いずれも12時30分から、そして来週末22、23、24の金土日、鳴尾浜に戻って、今度は工夫早手、新加入のチームを迎えての3連戦が予定されています。一方カープですが、来週の6連戦まずは火曜日からホーム U でのホーム開幕カード、バファローズを迎えていずれも12時30分から、そして来週末は名古屋球場でドラゴンズとの3連戦いずれも12時30分からのゲームが予定されています。阪神タイガース対広島東洋カープ第3回戦、今日のゲームは8対0カープが勝利を収めました。最後までご覧いただきありがとうございました。また来週以降のゲームも楽しみにしていただきたいと思います。ここまで実況担当寺島啓太でお伝えしました。